本当にありがとうございます。ありがとうございます。この時間の進行は魂込めてモロモロコールドラゴンズナビゲーターの長谷川匠とアシスタントはチアドラゴンズ2017 3年目の上田潮です。よろしくお願いします。大歓声。なに早々にまた勘違いしちゃうじゃない。勘違いやろうですね。本当に言えば言うほど乗っかっていきますから。しおちゃんって言われちゃった。どれかな。ちっちゃい子。いいね、いろんな方に愛されてね、嬉しいですね。タオルを持ってる方もいらっしゃるし。ありがとうございます、ね、さあ、ほどほどに応援してあげてくださいね。よろしく。全面に全面に出してください。ありがとうございます。皆さんタオル買ってください。それはさておきですよ。はい、まずね、この今日のスケジュール、はい、DD 知得情報2017ミニとしてあって、はい、我々これ冒頭からね約10分なんですよ、これ出番ね。はい、でその後にまあ各種ステージがありまして、はい、後ほど DD 知得情報2017っていうのが12時10分から始まるんですよ。はい、これ地元キャラ総選挙をもとにして我々完全にこれ尺調整に使われてる。そうですね、そうですね、もう取ってやりますか。完全にこの10分もうなんで。そうですね、調整枠ですよね、はい。しっかりアップしていきますのでよろしくお願いします。はい、まず皆さんにお伝えしたいことは、あのね、ご承知の通り今日も非常に蒸し暑いです。暑いです。湿度これ何パーぐらいいっとんですかね。83%ぐらい。相当だね。相当なパーセンテージだね。嬉しいです。常日頃の湿度知らないけど適当に言ったでしょ。言いました。ね、本当にあのくれぐれも皆さんね、水分補給しながらですね、遠慮なく、はい、あの我々喋っててもね、目見ながら飲んでくださいね。はい、ガブガブ。あ、そうそうそう、そんな感じで。上手。はい、上手。上手。年上の男性だから。あ、そうですね。お上手。お上手にお飲みになる。ね、ぜひよろしくお願いします。はい、さてさて、そんな D ステージですけども、昨日もこの D ステージあの見てくれたよという方、どれぐらいいらっしゃいますか。おー、いっぱいいる。ありがとうございます。昨日こそ暑かったのにね、いつもありがとうございます。で、そんな昨日のステージではドライドルの皆さんね、登場されました。はい、各種ね、いろんなユニットが来られて盛り上げてくれましたけども、はい、知ってました？そのね、いろんなアイドルの方がここのステージで歌ったり踊ったりしてる時、そうですね、ずーっとこの人袖にいるんですよ。そうなんですよね。認めるね。認めちゃいますね。ね、はい、あのね、完全な就職活動。違います。まだちょっと、まだやらせてください。まだ。でも何してたんですか。いろんな人が来る。久しぶりってなってましたね。はい、そうですね、チアドラになる前に、まあ、はい、そういう、ああなってこうなって、そういう皆さんも多分エゴサをしているでしょう。あ、そういう活動をしてらっしゃる。そうですね、はい、アイドル的な。そうですね。へえ。学生の頃からやってたんだ。高校生の頃です。早かったね。早かったんですかね。へえ、ね、それはご自身でなりたいなと思ってですか。いや、えっ、いや元はきっかけは、ダンスの先生が勧めてくれたみたいな。君アイドルになりなよって。そうですね、振り付けやるんでやるからやるよ。そうだったんですか。僕は残念ながらね、あなたがアイドルだった頃の姿を知らないんですけども、はいはい、あのどんなアイドル的な存在だったんですか。え、もうそれはみんなの注目です。というのは、アイドルでした。アイドル中のアイドル。いやでもその例えばさ、自分その当時秀典さんが、ね、おっしゃった名言でベースボールスタイルってあったじゃん。アイドルスタイルとしてはどんな。アイドルスタイル、はいはい、私は無言でした。基本無言でした。こんな喋るタイプの人間じゃなかったです。え、大丈夫だったの、喋らずに。まあ周りがみんな喋ってくれ、5人いたんで周りがやってくそうです。じゃあその時黙ってたんだ。黙ってました。想像つかないな。その昔あの工藤静香さんの名曲で無言色っぽいねってあったんですけど。あ、それです。もう本当それ。色っぽかった。それ本当にそれです。何でも乗っかるな。じゃあなんでこんな突然変異みたいに喋り出したんですか。やっぱり喋るんですよ。普通は普段は喋るん
んですよ。いやもちろん無言じゃなかったでしょ。喋るタイプの人間で、チアドラ入ってからまあこう覚醒覚醒デビューデビュー覚醒デビュー覚醒しちゃったんだ。ああそう、はい、逆にこうなんか自分で個性を打ち出していかないとこう埋没しちゃう、埋もれちゃうから出してこうみたいな気になったんですか。そうです。え？違うな。そうですか。そうです、はい、あ、それが始まったらこんな風になってしまったと。そうです、そうです。あれ湿度やばいですね今日。あ、蒸し暑い。あ、そう、87%ぐらいになります。4%上がっちゃう。湿度 100% になったら我々どうなるの。水水が面白い人ですよね、でそんな上田紫苑ちゃん、はい、今年はなんかあのプロフィールをちょっとリニューアルされていて、はい、何でしたっけ、あのリンパマッサージ、リンパマッサージを、はい、するするしてあげる、してどっちもです。自分でもしますし、ああそのチアドラのメンバーにもマッサージとかはしてます。ちなみにどんな感じで自身でするんですか。まず自身でするときはこんな感じで雑いなこんな感じでやるんですけど。あ、そんなもんでいいの。いや、もっとちゃんとやりますよ。ちゃんともうオイル塗って、あ、オイル塗ってもうツボというツボを、はあ、ここはむくみのツボ、皆さん覚えてくださいね。ここがむくみのツボ、この膝から下4本が疲労のツボですからね。押してみてください。絶対痛いですから。それをどうやって押すんですか。親指で押します。親指でこうやって押します。グラックラだよダンサーと思えないグラックラだったよ。ここ押すんですよ。あ、そう、はい。そうするとほぐれてくる。ほぐれます。へえ。それを控え室とかでみんなにやったりしてます。みんなにやってあげるんだ。はい、やってってやってくるんです。あ、もう最近じゃオーダーが来るんだ。来ます。へえ。結構去年から、去年のリーダーとかも真帆さんとも、はい、でも何もない、はい、お願いしますあ、そんな扱いない。靴屋さんだね、はい、あ、そう、へえ。やって差し上げると。差し上げます。あ、評判はどうですか。みんななんかいいって言ってくれます。なんで、はい、特技でしたけど、私特技か趣味か書、ね、きました。あ、まあ、去年までの料理に比べればすごいな。料理もしてるんですけど、まあ、そっちの方がまあいいかなみたいな。あ、その後も料理してるんですか。してますよ。はあ、怖いけどちょっと聞こうかな。聞きます。ちなみに、ね、覚えてます、去年得意料理なんて言ったか。アボカド丼ですよ、はい、あの切ってのっけるだけねさあ果たして進化してるんでしょうか。でも卵かけご飯ももちろん食べますし、もちろん最近はあの豆腐にメカブ乗せて醤油かけて食べます。おいしいね。おいしいですよね。おいしいですよね。料理じゃない、料理じゃない。おいしいかどうかこうこうなんで美味しいと思うよ。美味しいんですよ、本当に美味しい。体にいいし、料理かどうかを取ってみて大事なのはそこです。本当に美味しい。基本こうなんかご飯の上にぶっかけりゃ料理だと思ってるんだね。そりゃそうですそりゃもちろん。あ、そう、はい、でこれからもいろんなものかけて食べてください。はい、かけて食べます。そうですね、暑い日々が続きますので、はい、皆さんも体調管理をしていただきながら、ぜひステージを楽しんでもらえればと思います。はい、というわけで尺調整バッチリです。ありがとうございました。ありがとうございました。ダンサー役です DVD 知得情報2017B。 このお時間は、魂込めてボロボロコールドラゴンズナビゲーターの長谷川匠と上田紫苑でした。ありがとうございました。また後ほどです。尺が調整され次第現れます。